あなた、タタルの用件は済んだの？嬉しいサプライズじゃない。彼女、本当にいい子ね。タタルの言う通り、改めて振り返ってみると波乱万丈もいいところだな。ルイゾア様に導かれて活動を始めて、第七霊祭を経て、暁の決明ができて、多くのことを経験してきたけれど、知るべきことはむしろ増え続けている気がするわ。同感です。この町で学んでいた時には真理を手にした気がしていたけれど、それは物事のほんの一角でしかありませんでした。新たな人や物に出会うたび、多くを教えられた。敵として対峙した者たちでさえこの目を開かせてきました。そして間もなく私たちは天の果てへ。何が起こるかわからないものね。終焉を歌う者たちが救うウルティマトゥーレか。正直どんな場所だか想像すらつかないが。必ず守るさ、暁の決明を。ミンフィリアに誓ってな。驚くような発言でしたか。いや、ただ変わったなと思っただけだ。そんな風に言う自分も、素直に頼ってくれる周りもな。私たちはそれだけ歩いてきたし、まだ進んでいく。世界だって続いていく。そう信じましょう。その場合、戻ってきた後の身の振り方は考える必要があるかもしれないわね。まあそうだな。万神問題は解決の糸口をつかんでる。アシエンについてもしかりだ。人々は国や種族の垣根を越えて、おぼつかないながらも自分たちで世界を回し始めた。そう、暁が主として扱っていた問題はどれも長年の膠着状態を出しているのよ。だとしたら私たちはいつまでも救済のシンボルであるべきではない。今回あれだけの協力者を集めることができたからこそ。先のことなんて考えてもなかったが、そうだな。仮に暁が役目を終えて亡くなったとしても、俺のやることは大して変わらないだろう。世界をめぐって必要があれば手を貸す、それだけだ。いいですね。私もまだ種々の織りなす世界を見ていきたい。よければ音もさせてください。隠密活動に際しての変装などもなかなか板についてきたと思いますので。お前はとりあえず何を着ても妙に怪しくなるのをどうにかしてくれ。ヤシトラはどうなんだ？そうね、
私も変わらず調べ物に飛び回るでしょうけど、まずはハイデリン亡き後の共造世界の在り方やそれらを隔てる壁の越え方からかしら。困った時には呼びなさいと言ったのだから。危険な調査に赴くときはあなたたちに護衛を依頼するわ。引き受けてくれたらいつかは連れて行ってあげる。うんと素敵な大人に成長したリーンの姿を見にね。勘弁してくれ。あなたはいかがですか。暁が役目を終える時が来たとしたら。遅くなって悪いね。はい、追加の飲み物だよ。どう。それじゃあ改めて乾杯しておくか。俺たちの勝利に。共に歩んできた者たちに。そしてこの星の未来に。